曜日、時刻は夕方6時を回りました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日はラジオネーム横太っちょさんから。僕は今年30歳になるのですが、昔と比べて体が硬くなったなぁと少しだけ老いを感じるようになりました。昔は右手を肩から背中へ、そして左手を下から背中へ回して両手の指を簡単に掴むことができました。だけど今やってもなかなか指が掴めず、左肩あたりが痛いです。なので最近寝る前に肩と肩甲骨のストレッチを欠かさずやるようにしています。吉岡さんは寝る前にやっているルーティンはありますか？確かに体硬くなるのすごいわかりますよ。私も同い年なので、なんか前できたことができなくなるみたいなありますよね。私も早く走ることがなんかできなくなってる気がしてて、なんかダッシュしても遅いなって自分のこと思います。でやってるルーティンですよね。ルーティンはなんか何にも考えない時間を作った方がいいなと思ってるので、ルーティンっていうかお風呂に入るときにできるだけ考え事をしないようにする努力をしてます。なんか湯船を絶対浸かるようにはしてるんですけど、湯船に浸かってるときはもう絶対何も思考しないっていうのはちょっとはいやってます。聞いてるかよくわかんないですけど、ラジオネーム横太っちょさんには絵本作家イラストレーターの米津祐介さんがデザインを担当してくれた番組オリジナルグッズのトートバッグをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは作家の辻村瑞希さんです。辻村瑞希さんは1980年山梨県出身。2004年に冷たい校舎の時は止まるで第31回メフィスト賞を受賞しデビュー。その後第147回直木賞を受賞された鍵のない夢を見る、第15回本屋大賞を受賞された鏡の古城など数々の作品を発表されています。また原作を手掛けた映画派遣アニメが今度の金曜日に公開になります。私吉岡里帆主演を務めさせていただきました。今日は映画そしてライフスタイルのお話いろいろ伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月3週目は料理研究家で家事が好きになるためのアドバイザーとしても活躍されている島本美雪さんにお話を伺います。今回のテーマは洗濯物を早く乾かす干し方のコツです。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、ゲストは作家の辻村瑞希さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日は大変お世話になりました、はい、いやもうこちらこそ本当に今も多分お世話になりっぱなしでいやもうずっと今派遣アニメとともに日々を過ごして、はいはい、派遣アニメのこういうところが面白くて絶対見てほしいんですっていうのをお伝えしてるんですけど、辻村瑞希さんと私はですね映画派遣アニメでご一緒しています、はい、辻村さんは原作、はい、そして私は主演の斉藤ひとみという新人監督の役を演じさせていただいています、はい、今度の金曜日20日に公開になるんですけども、ちょっとせっかくなのでこの映画がどんな映画なのか、紹介したいと思います。映画派遣アニメはアニメ業界で奮闘する人々の姿を描いた辻村さんの小説派遣アニメを映画化した作品です。監督は吉野浩平さん、今回2作目ですね。なので監督ご自身もいろんな思いをこの作品に注ぎ込んでらっしゃるんじゃないかなと、もう現場でも感じましたし、完成してからのお話聞いててもやっぱすごいプレッシャーの中で、やっぱこの原作って結構長編ですよね、小説の中でも、はい、エピソードがやっぱそれぞれ出てくるキャラクターを誰か一人に絞ってというより本当に群像劇として本当に素晴らしい原作で、うん、それぞれのエピソードがとっても面白くて、どこを映像化するのかっていうのとかも難しかったんじゃないかなと、はい、そして、私演じました主人公はですね、地方公務員からアニメ業界に飛び込んだ新人監督、斉藤ひとみというキャラクターなんですけど、そのひとみがデビュー作で
憧れの天才監督、こちら中村倫也さんが演じる王子千春と業界の覇権をかけて争うことになると、うん、この覇権という言葉が派遣社員とかの派遣に、はいはいはい、と間違ってたって言われることがちょこちょこあるんですけど、うんうんうん、皆さん派遣という言葉が実はアニメ業界にあるんですよね、うん、そうですね。私もアニメ業界のことで小説を書こうって思った時にタイトルやっぱり勢いがあるものがいいなと思って、その時に派遣アニメっていう言葉が、うん、あるってアニメファンの間で、うんはい、であるプロデューサーの方が今期の派遣はうちで決まりですねっておっしゃったことがきっかけになったって聞いて、でそれがかっこいいなと思って、だけど多分やっぱり好きな仕事ってしててもその分楽しみの半分苦しさとか大変さの方もあるっていうことで、はい、どんな風に撮られてもいいようにっていうことでカタカナで派遣アニメってしてみて、だから労働環境とか派遣社員とか、あとその中の原作の中で王子も言ってますけど、フリーの人たちが多い業界なので、はい、全員がどこかから派遣されてやってきての現場であるっていう意味での意味なのかっていうふうに王子は最初思ったけど、はい、実はその木の一番とか、うん、一番人の心に刺さったものは何なのかっていうことを表す派遣アニメっていうのが、読み終わったらみんなの中で字が変換されるっていう話にしたくてタイトルにしました。もう本当にお見事と言いますか、はいうん、あれなんですけど、私もその派遣アニメを原作読ませていただいて、うん、で映画も参加して思ったのが、初めやっぱり元の派遣は、覇者の覇に権力の権ということで、はいまあ、ある種数字だったりとか、はいまあ、一番みたいなことなんだって思ってたんですけど、一番って何をもって一番とするかって表現の世界って一概に言えないっていうのは、うんうんまあ、日々感じることなんですけど、すごくこの原作この作品はなんかいろんな角度で自分のことを肯定できるなとも思っていて、あ、うん、なんか人が言う派遣と自分の思う派遣は違うし、はい、なんか自分の思う派遣を取ることにとっても意味があるというか、うん、仕事する上でなんかそういうことを考えさせられると言いますか、はい、そういう作品だなっていうふうに、感じておりました。はい、なんかやっぱりこうお仕事現場で人とチームで作っていく中で の、うん、瞳が新人っていうことで人とも揉まれながらやっていくっていう仕事面の物語であるのと同時に、人にとって物語って何なのかとか、はい、アニメをはじめとするような心を打たれた自分だけの大事な好きなものがあるってどういうことなのかっていう、非常に大きなアニメ業界っていう、関わる人も大きいし、当たると興行規模も大きいっていうところを扱いながら、監督や吉岡さんの表現がだけど感動とか物語による救いって人それぞれの本当に個人的なものなんだっていうことを最後まで描いてくださっていたので、そういう映画になってることが私は原作者としてもすごく誇らしかったです。もう今のがもう本当ご褒美。そんなに喜んでくれるんです。めっちゃ嬉しい。本当に嬉しいです、うん、私原作ものをする時ってやっぱり原作者さんへのプレッシャー本当に感じるので、うんはい、これを生んだ人が映画とかドラマとか見た時に納得がいってるかどうかってすっごく大事で、うんうんうん、やっぱ自分は1を10にできたらいいなって仕事を通して思うんですけど、はい、やっぱり0から1を生んでる、うん方へのリスペクトが本当に強いので、うん、自分にはできないことだからっていう、はい、いやすごく嬉しい言葉でした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、うん、劇中アニメのことも伺おうかなと思っています。はいはい、作品の中にはですね、斉藤ひとみが手掛けるサウンドバック奏の石という作品と、うん、王子千春が手掛ける運命戦線リデルライトという作品が、はい、登場します。うん、こちらへとどちらもクオリティが高いアニメを目指して、うんうん、チーム一丸となってこう7年、はい、この映画が公開されるまで7年かかった理由はここが大きいのかなと、はい、そうなんです思っておる思っているんですけども、はい、
そうですね、このアニメ2つ原作の小説にも出てくるんですけど、はい、原作が出版された時から一番こう声として大きかったのが、作中アニメが見てみたいとか、作中のアニメがそれだけでもう独立した話として、完成度が高いっていう風に言っていただけることが多くて、はい、でなのでそこを多分大事にしたから原作あんなに読んでもらえたんだなと思っていて、で実写化への道のりが7年最初に来ていただいた時からかかってしまったんですけど実写のいろんな準備を進めようとしてたら、途中で中のアニメを作るのに、はい、実写版のスタッフを集めるのと同じぐらいの労力がかかるっていうことが判明したんだでしかも2つも作らなくてはならないっていう、でしかも違うテイストですもんね。そうなんです。でさらになんか発見を取れるクオリティって書かれちゃってるからなんかこう急に集めた人たちに作ってくださいっていうわけにはいかないし、はい、でその時私が聞いてハッとしたのが、シリーズの全12話分作るのも、はい、5分のプロット版を作るのも、キャラクターデザインとか、はい、イメージボードの背景とかそういうのは全部必要になってくるから、立ち上がりの労力は12話も5分も変わらないって言われたんですよねでいきなり現実がすごいですね。すごい高い壁ですね。でなんか原作書きながらもアニメが今人気の業界であるがゆえにスタッフが足りないってあんなにたくさん書いてたのに、はい、そうかってことで私も初めて気づいてで当時ドラえもんの映画の脚本をそうなんですよやってたんです。そうですよね。でなのでその時に一緒にやった監督の役は新之助監督って監督さんに、はい、実はこういうことで今すごく困ってるっていうのを、はい、なんかこうちょっとお話ししたら、役はさんからもし僕がやるんだとしたら脚本まではなくていいから1話のプロット、うんはい、1話と最終話の流れとかセリフが書かれてるプロットと、あと全12話この2話には何が起きるのかとか、はい、3話には何が起きるのかっていう全体のシリーズの構成が分かるものが欲しいって言われて、それがあったらできるかもしれないって言われて、あ、じゃあ多分それ書くのって私しかいないんだろうなと思ってでなんとなくやっぱり現場で私にもう少し詳細なものを書いてほしいけど言い出せないっていう空気はなんとなく感じてて、で思い切ってこう書きますって伝えたらもうすごい喜んでくださって、はい、でお渡しした時にプロデューサーとか皆さんがこれを預かった限りにはもう必ずいいものにしますって言ってくださったんですよね。で実際に出来上がってみたら、あ、もう本当書いてよかったって思うし、はい、あと原作者以外のところで作中アニメのプロットのところでも自分の名前がクレジットしてもらえていて、そうでしたね。そうなんです。小説家って基本一人でやる仕事なので、はい、今回は作り手のそのチームの一員に完全になれたって思えたことはやっぱりすごく嬉しかった、幸せなことでした。改めて最後にですね、はい、映画発見アニメに出会う人たちにどんな思いを届けたいですか。はい、皆さんからお願いします。すごくこう大きな業界のその華やかに見える話ではあるんですけど、だけどこの映画の中でその吉岡さんが演じてくださった斉藤ひとみ監督とか、アニメーターの神原画を描くって言われるアニメーターの女の子とか、はい、いろんな子が出てくるんですけど、みんな日常は普通の女の子なんですよね、はい、でその普通の人たちが物語を作っていく、普通の人たちが天才であるっていうところがやっぱりすごくグッときましたし、その彼女たち彼らが個人的なやっぱりアニメって楽しみの部分とか個人的な思い入れっていうところをすごく大事にしていたり、あと
瞳がすごくこうお仕事の後に楽しみにしてる、あのエクレアがあるんですよね。その、はい、エクレアが大好きで、はい、なんか予告編でめちゃめちゃこう走ってるあのシーンってエクレアのためだったのかっていうところが、まあ、見ていただくと分かるんですけど、はい、あのそういう誰かが何か頑張れたり、あの生活していく中で大事にしていくことって、実はすごくささやかなって他者から言われてしまうようなことだけど、そこが譲れなかったりするっていう、そういうところがすごく丹念に書かれているので、はい、あの自分の原作だから見てほしいっていうんじゃなくて、見た人が多分元気になれるから、あなたのために見てほしいって言ってるんですっていう気持ちでいっぱいなんですね。はい、なのであの見ると元気がもらえる、はい、あの映画になってると思いますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。映画ハケンアニメは今度の金曜日5月20日に公開です。皆さんぜひ劇場で。ではここからはですね、辻村瑞希さんご自身のお話、原点を探っていきたいなと思います。ご出身は山梨県。伺ったところによりますと、おじい様が桃農家で、はい、子供の頃桃畑でよく遊んでらっしゃったとか、うんうん、そうですね、初耳でした。これはそうなんです。あの山梨県の笛吹市っていうところなんですけど、あの桃とぶどうを結構作ってて、はい、あの通学路とか家の周りがもうあのぶどう棚とか桃畑だらけなんですよね。で、小さい時とかは両親が仕事に行ってる間祖父母と過ごしてたので、はい、その畑でこう遊んだりとかしてて、で、そうですね。で、畑なんですけど、その当時からもう本とかアニメとかが大好きだったので、はい、畑に本持ってって、畑の自転車のサドルの上とかで読んでたんですよね。かわいい。なんかもうちょっと何か物語を感じますよね。うん、そうですね。その当時は、もう全然自分の生まれ育った環境なので当たり前にあるところだし、はい、あんまり感謝とか、そこになんかすごくこう、ノスタルジックなものみたいなのは感じなかったんですけど、でも今思い返すとそういう感じの土の匂いとか、はい、いろんなものとかの中でそれと並行してやっぱり本とか何かを開くと心がどこか遠くに行きますよね。だからやっぱりその風景の中でだけど違う場所を本を通じて他人になる経験をしたり旅に出てたっていうことはすごく大きかったんだろうなって今になると思います。一番こう当時、うん、少女の頃、はい、読んでた作品で印象的だったものとか大切に思ってる作品はありますか？はい、最初にあの図書室、学校、小学校通うようになって図書室に案内されて、はい、もうこの部屋の中のもの全部読んでいいのかっていうのがすごく嬉しかったんですよね。でなのであのもうただただ表紙とかそういうものに惹かれて無や、なんかもう無作為にこう読んでいったら、ある時あるものを読んだ時だけ自分の心がよりこう浮き立つっていうのが分かって、はい、それがシャーロック・ホームズとかエドガー・ランポとかミステリーだったんですね。そうなんですよ。でミステリーっていうジャンルも知らない頃からなんかすごくこうワクワクするし続きが楽しみだしって思って、どうやら自分はなんか人が死ぬものを読むと気持ちが高揚するらしいみたいな手拍子もなんか黒いものとかがってなってそこからミステリーとホラーにすごくハマるんですよね。はい、でなのでそこがやっぱりこう原体験になって、自分の書いてるものの中でもあのいわゆるミステリーじゃないとしても何か驚きがあったり、はい、あのひっくり返すような展開があったりっていうことをやるようになったのはやっぱりミステリー好きだったからっていうことが大きいのかなと思います。ちなみにご自身が初めて小説を書いたのはいつ頃でしょうか？はいはい、そうですね、あの小学校3年生ぐらいの時にクラスで恋愛小説を書くのが流行ったんですよ。文化度高いですねなんか小説を書くのが流行るっていうのは、交換日記が流行って、はい、そこから多分何かを書くっていうことが流行って、はい、でみんながこう恋愛小説を書いていって
て、その、はい、多分自分をモデルにした感じの女の子で、はい、多分この男の子はあの子をモデルにしてっていう感じのものを書いてて、はい、でそれをみんなが書いてるのを見て、はい、私があ小説って書いてもいいんだって思ったんですよね、はい、でじゃあ自分も読めるんだから書けるかもしれないって思って、だけど私はやっぱ興味がホラーとかに行ってたのでホラー小説をいきなり書いたんですよねそうなんですよ。で才能が炸裂、なんかあの、はい、でも悪霊と生き霊の違いとはみたいなこう書いてあったりとかするやつで、それでなんかあんまりみんなが読んでくれないだけど、あの今見ると拙いながらに最後まで完成させてるんですよね、はい、でそれをこう見たら、あなんか誰も読んでくれないかもしれないけど書くのが楽しいって思って一応最後まで完成させたんだっていうところに、はい、なんかすごくこう自分のこう書くのが楽しいっていう気持ちの原点みたいのがあって、うん、今見ると本当笑っちゃうような感じなんですけど、はい、でもなんかすごく愛おしい気持ちにもなります。UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに作家の辻村瑞希さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 UR ライフスタイルカレッジています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう辻村さんのインタビューと会見してると、うん、本当にこう学生時代に積み重ねていらっしゃったその日々の中に、うん、はい、例えば今回だった派遣アニメになったエピソードってこういうところが何かエッセンスになってたのかなって思うような体験談が出てきて、すごいなんか個人的になんかキュンとしたと言いますか、ありがとうございます、すごくそういう気持ちになったんですけど、どこだったかな、あそう、学生の頃、中高生ぐらいの頃か、こうカバンの中にあった本があるだけでここにちゃんと世界がある、うん、自分の好きな世界があるんだって思えたっていう感覚とかって、すごい、まあ、派遣アニメに出てくるキャラクターたちもみんな自分の心の底に好きなものがあるから救われてたりとか、日々の大変な仕事と向き合えてたりするっていう、あの描写が出てくるんですけど、なんかこういうのとかって辻村さんご自身の体験だったのかなって思って、はい、作品が辻村さんに及ぼした影響と言いますか、はい、うんうんうん、そうですね、やっぱりどんな人たちも今自分の目の前にある現実だけをこうむき出しな状態で生きてると辛いと思うんですよね。だけど見えてる世界が全てじゃなくて、今読んでる小説の中の世界観だったり、自分の好きなキャラクターを通じてその目線から見えるものっていうのを想像してみたりとか、そういうことをすることによって自分の生きてる世界の向こうに奥行きが感じられるようにちゃんとなっていくと思うんですよね。で、よく読書が好きとか何かハマってるものがあるっていうと現実逃避のような言われ方をしてしまうことが結構あって、それが昔からあんまりしっくりこなかったんですよね。現実を生き抜くっていう時のその好きなものが自分の現実以上の現実になることって確実にあるなと思って、はい、それが多分瞳を創作に向かわせたりする派遣アニメで描きたいところの物語への愛情っていうのの、土台になってるのかもしれないなって思います。日々どういう風に過ごされているのかというちょっとプライベートな部分も気になっております、はい、後半はですね、辻村瑞希さんのライフスタイルについて伺っていきます。あ、お家の写真撮っていただきました。ありがとうございます。撮ってきました。可愛いですね。なんか吉岡さんに褒められる。インテリアがちょっとすごく可愛くて気になりますね、うん、そして窓が本当に大きいですね、はい、L 字型に。そうですね、明るい光がわーって入ってきて綺麗なお部屋で、テラスがちょっとちっちゃいんですけどあるので、はい、そこがあるとやっぱりテラスが雨で濡れたりとかしてると、はい、
ちゃんと自分が自然の中で生きてる感じがするというか、うん、気持ちよさそうです。あと狭いんですけど庭がちょっとあって、そこ の, 木が見えるので、はい、リモートで仕事しなきゃいけない時はそこを背景にするとすごくいい生活してるみたいに見えるのでそこにパソコン持ってってリモートしたりしますいやめちゃくちゃ素敵です、うん、本当開放感と、はい、なんか清々しい空気感とで、うん、とっても素敵なお部屋です。そして、うん、ここ一番見たかった部屋ですね。書斎、あ、そうですね、作業部屋でしょうか、はい、ここが。そうですね、書斎です。とんでもない量の本が置いてありますが、うん、そしてドラえもんグッズがいっぱい。かわいい、初期の頃のドラえもんの。あ、分かってくださいます。めっちゃかわいいです嬉しい。これすごい、か、上の段に。そうなんですよ。この刀身のね、首がなんか、うん、なんて言ったらいいんですかね。ちょっとちょっとこう、なんか胴体のがちょっと長いみたいな。そうそう、雪だるまのちょっとこう、すごいボンって感じのみたいな。かわいいですよね、この頃のドラえもん。いや、でも分かってくださって嬉しいです。なんか人から。めっちゃわかります。なんか、これは偽物のドラえもんだって。偽物じゃないなんか違うと思ってたので、これを初期って分かってくださるの、まあ、吉岡さんかなりのドライがあるじゃないですか、はい、ドライあります、うん、いや素晴らしい。ドラえもんは特に初期がすごく好きなんですけど、今も新しいドラえもんも好きなんですけど、はい、やっぱ初めの頃のドラえもんが割とのび太くん辛辣な感じ、分かります。めちゃくちゃ好きで、うん、言葉遣い悪いんですよね。そう、なんか結構ドラえもん悪いところあるなとかなんかこの道具をのび太くんに持たせたら大変なことになるの分かった上で渡してるなとか、うん、すごい悪いなんかそこら辺のちょっとドラえもんがなぜか人間味がある、うん、ただの、便利な機械を出してくれる可愛らしいロボットではなくて、うん、本当に友達として大事なことを教えてくれる、うん、対等な友達感というか、うん、兄弟みたいな感じがなんかすごく好きで、あー、いいですね。ドラえもんって本当最高ですよね、うん、そうなんです。で1個か2個フィギュア置こうと思ったら、うん、なんかどんどん増えてきちゃって、部屋こんな感じになってます。すごい、うん、本当に共感します、うん、ありがとうございます、はい、素敵なお部屋でした。今日は本当にいろんな話をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。改めてですね、辻村瑞希さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。はい、今日吉岡さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。吉岡さんと、本当にお世話になった派遣アニメ、見ると吉岡さんのこともすごく大好きになると思うので、今度の金曜日の5月20日に公開予定なので、ぜひ皆さんご覧になってください。よろしくお願いします。お願いします。ゲストは辻村瑞希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 UR Lifestyle College。 吉岡里帆さんはこう振り返ります。今日のゲストは辻村瑞希さんでした。今回映画に参加させていただき、本当に素敵な作品に、巡り会えたんですけども、こうやって辻村さんとお話をしていると、さっきお話の中にもちょっと出てきたんですけど、学生時代に辻村さんが小説に対して思われていた気持ちが、私は今回のアニメ作品にもすごく投影されているような感覚がありまして、なんかその一文がすごく素敵だったので、ここで紹介したいなと思います。学校と家しか身の置き所はないけれど、本が私のカバンの底や本棚で光ってくれて、扉となりここだけではない世界があるということを強く示し主張してくれていました。もう私この一文が本当に好きで、なんかこうちょっと居心地が悪いなとか大変だな仕事とかって思ってても、たった一つの作品がなんか自分にとっての支えになることってなんか間違いなくあるなというか、でもそれって意外と忘れがちで、そういう本だったりアニメだったり映画だったりそういう存在をなんか忘れそうになるんだけど、今回映画に、関わったことでなんか改めて再認識して、すごく自分を強くさせてくれたというんですかね、なんかそういう気持ちに本当に今回この映画から感じたので、皆さんにもそういう気持ちが届いたらいいなって、少しでもなんか温かい気持ちになってもらえたらいいなと思っております。ぜひ皆さん映画見てみてください。面白いですよ。
そんな辻村瑞希さんとの写真もアップされています。番組ホームページやツイッター、インスタもぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばあなたの町自慢、地元や今住んでいる町の魅力や発見、おうち時間の過ごし方や気分転換方法、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのトートバッグをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。では UR ライフスタイルカレッジ、また来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。